こんばんは、三輪忍です。この動画は5分間謎解きミステリー、京都呉服屋殺人事件の回答編です。問題編をご覧になっていない方は、そちらを先にご覧ください。それでは回答編、始めさせていただきます。問題は、手話神事とは何かでしたが、回答は、手話神事。解説に行きましょう。五島藩は手話神事。岩尾は仙台の一人息子であり、五島はそこの丁稚奉公であった。ただ、主人の息子と奉公人という関係からか、お互いの呼び方は、岩尾藩、後藤藩と、どこかよそよそしかったが、少なくとも、岩尾は後藤に全幅の信頼を寄せていた。後藤は違ったのだが。事件当日、岩尾は、後藤の留守を見計らって、大きな風呂敷包みを抱えて店を出ようとしていた。その時、帰ってこないはずの後藤が帰ってきてしまったのである。しかも、かなり酔っていた。なんやお前、どこ行く気や。最近変やと思ってたけど、仙台からの家宝勝てなくなってるし、何こそこそやっとんや。その面、それが昔から気に入らんかったんや。人をバカにし腐って。酒のせいもあったろう。後藤の積み重なった鬱憤が爆発した。我に帰ると、岩尾が頭から血を流して倒れていた。後藤は慌てて逃げ出した。事件から約10日後、弁護士と名乗る男が岩尾から預かっているものがあると言って、後藤の元を訪れた。その一つ、手紙を弁護士は後藤に手渡した。後藤藩へ。この手紙を読んでいる時は、もうわてはこの世におらへんということや。後藤藩とは小さい頃からよう遊んだな。楽しかったな。かごめかごめ。できれば戻りたいもんや。そう、もう知っての通り、わてはガンやった。最後まで隠しとって堪忍やで。それと、これは置き土産や。直接渡しても、よう受け取らんやろうが、知っての通り、親父の形見や。親子二代にわたって虫がいいお願いやけど、店は頼んだで。最後まで、ほんまわがままで堪忍やで。ほな、先に行って待ってるわ。また、あっちでみんなで囲め囲めしような。岩を望む。さて、いかがだったでしょうか。この動画では皆さんからのご意見ご感想など募集しております。また一緒に動画を盛り上げたいというクリエイターさんも募集中です。メールやツイッターなど概要欄に書いてありますので、そちらを参考にしてください。ここまで聞いてくださってありがとうございます。お相手は三輪忍でした。おやすみなさい。